光るままのここにつれつけ <laughs> あら今日,今日はやっぱり今日はやっぱり昨日『すっきりやっぱり類活もしたし<ー>心も今広いから<ー>今はそんなになんかいろんな人を全ての人を抱きしめて包み込んで。うんうん もう胃袋のように消化して溶かしてあげる怖いよねそれはそれで <laughs> 胃袋でとと溶かされたら怖いしさ <laughs> なんかほんと包み込んであげる包み込むならいいけどなんか包み込んでそのままギュッと包むそうで怖いけれども <laughs> うん笑顔がまたちょっと逆に怖かったりもしますけど逆にねそういう優しくあの怒ってる時はいいのよあのねあんた何時に帰ってきとっとれ、ね、っていう時は怖くないの、ね、意外とん、ね、あんた何時と思っとるとまあとりあえず上がろうか<い>こっちの怖いです怖いから 怖い静かなのが一番怖いよねなんよさあどんなメッセージが今日来てますかさあ今日もお悩み届いております恵美、はい、さんかな恵美さんかな、はい、からいただきました「うん、光るママ子育ての悩みですなんでしょううちの主人子供たちに甘いんですあら中1の上の子は叱ると感情的に小3の下の子は甘えん坊でずる賢く反抗期、うん、私は叱り方は怒りん坊ですが 主人の叱叱りり方が甘すぎる叱り女性と男性の叱り方教えてほしいですと、うん、はいえー、こちらはですね、はい、全くこのメッセージ、うん、問題ないというか、はあ、まずね、うん、母の叱り方が、うん、ね怒りん坊で、うん、結構多分ね強く言ってるのよ、うん、エミさん。 恵美さんかめぐみさんかどちらか分からないけどまあ多分だけど「うショでなんもはよ来てよ」とか「もういいか減にしても」とか結構強気な怒り方をしてると思うのこの方はだからそういう怒り方をね毎日見てるから逆に旦那さんはねちょっと引いて甘い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 というか。 しっかりせよって思ううお母さんも言うよりけんお前ちゃんと世ない,いかんぞぐらいのちょっと優しいのが腹立つうん、うん、それはねどこの家族も経験してきとるうもううちの親もね、うん、しょっちゅうそれで喧嘩しょった<う>なんで私ばっかこげん怒られて私ばっかとおもう深夜にも光にもガミガミ言うてから私だけ嫌われて <laughs> あんたはヘラヘラしてお父さんというかいいお父さんがいて、うん、なんで私がこが一生懸命、うん、子育てしょっとにあんたは。 怒らんととかそういうい喧嘩も見てきた、うん、でもね、うん、お父さんもお母さんもね、うん、同じ怒り方しよったらね、うん、そら子供は逃げ場がなくなるけんそれはわかるそうだからうん、うん、多分ね私の怒り方がもう叱り方がもう怒りん坊って分かっとらっすけん、うん もうあなたはでもそのままでいい抑える必要はないもうその感じでいくのはいいけど、うん、そうなったらやっぱり、ね、少しお父さんは、ね、引いて優しくというか甘える感じになるけど、ねうん、これは、ね、どこの家庭も経験しておるし、うん、なんだったらもう我が家、私が子供の頃に一番経験したこと、うんうん、だけど一個だけここぞという時はもうお父さんが出てきただからそこでここぞという時にも、うん。うん 出てきききらら、うん、らん、うんん怒りり叱もう俺は言いたくないもうお前から言えとか、うん、そのいつもの怒ることじゃないちょっとねこれ以上はあかんぞとかちょっと踏み外したり、うん、そこの部分でやっぱりバシッと言える、うん、旦那さんなのかそうじゃないのかはこれから見極めていく必要があるかもそ,それでも甘かったらね本当にここに連れつけよ<え> <laughs> そうね,、うん、ねいや普段が あまりこう怒らないというか、うん、温厚であればあるほどここぞって時に怒った時の力があるよねよ、うん、私はもう人生で3回しかねお父さんに怒られたことないってもうずっと公言してますけどもうその3回ったらもう忘れられない忘れられないもうだってもう3回とも怒られたことも怒られた記憶も、うん、もうその時の印象っていうかもう全て忘れられないぐらいそれぐらいあ もうこれ以上したらいかんっていうのも気づけたし、うん、だからもうお父さんが出てくる前にやめようっていうそのさ3回はやっぱり今振り返ってみると怒られて当然だったなっていう内容なのうんもうね怒られて当然あとはもう、うん、多分そこでお父さんが出てきてなかったら、うん、今私がちゃんと野球を社会人までやってたかわからない<ー>らここでやっぱりお父さんが出てきた時に、うん、バシッと怒られた経験が、うん、あった これ以上はダメだと思えたた自分もいたしはい、はい、あそこでそれでもお父さんが「お前気をつけろよ」とかぐらいだったら、うん、多分お母さんも相当楽しませただろうなとかあそこでちゃんとブレーキかかった、うん、ブレーキをかけてくれたのは、うん、やっぱ最終的にはお父さんね、うん、やっぱりお母さんにいろいろあんだけ言われて「うん、あのえっ?」て「黙っとけ」みたいな感じだったのよあ<ー>でもあんたこれ以上は本当知らんよってもう野球部に迷惑かかるよってあんたも、うん、だったらそれするのはもう野球部やめたからとかそういう。 もうここじゃ言えないけど本当にちょっとねやんちゃな時があってその時にはお父さんが出てきて3回ありましたけど2回目はねもうただ単純に母を傷つけるような言葉を言ったりして言われましたね「おいちょっと来い」と「お前のお母さんの前にな俺が好きになった女だけんね」って言われええお父さんそのスイッチ入った時はもうこっちとらもうボコボコされるの覚悟ですよ はい、いやだからねそれは人生で3回しかないんだけど <laughs> <ん>やっぱりお母さんがガミガミ言う分私たちはちょっともうお父さんちょっとお金ちょうだいとかどっか連れてってとかやっぱこう<ー>お父さんの方が優しいイメージがやっぱずっとあったのねお母さんがうるさいからただもうお父さんが出てきた時にはもう終わりやとゲームオーバーと思って。<laughs> <laughs> あの言ってましたからだからそういうバランスは、ねね、家庭によって違うと思う,う、ね、多分お父さんが結構厳しくて、うん、お父さんがもうね、うん、こうあれあれとか言う人だったら多分お母さんは「お父さんああ言うよりけどね」ってまあお母さんはまあ分かるよってまあでもね、うん、ちゃんとしなきゃいけないことだからこれはやろうねとかやっぱお母さんそうだて引くじゃない、うん、だからそのバランスをやっぱりね自然とね考えてなくても取ってんの親、うん、って。 そうねうん、だからこの、うん、このバランスは全く悪くないから一つ心配なのはそのお父さんがその子供たちがねまだね、うん、まあ中学1年生小学校3年生でもこれからどんどんそのあこれ以上はもう私じゃ無理だって力でもさう、ね、もうお母さんじゃ止められないくなってくることもあるじゃないうん、うん、息子だったりしたらうん、うん、そうなった時にあのもうどうしようもないってもう私が口で言っても効かんしう,ん、もう小遣いやらんと言っても効かんともうこれ以上どうしようもないっていう時に。うん やっぱりパパが旦那さんが出てきてバシッと言えるか言えんか、うん、そこはちょっと見といてほしいし、うん、もうそこでね、もう出てこいなことがあれば、もう一回メッセージいただければ、そうね、もう本当にその時はね、ここに連れちきですよね。そうね、まあバランスですよね、本当、うん、あのまあご家族の中でお父さんお母さんなのかそれがお父さんと。 おばあちゃんなのかとかおじいちゃんなのかとかそれぞれの役割あると思うんですけどどこか逃げ場があった方がいいんだろうなっていうのは、うん、まあ理解してる私もだから、ね、女性と男性の叱り方を教えてほしいですっていうよりは、うん、もうじょその女性が強かったらそのだから絶対に男性引くし、うん、男性が強かったら女性が引くしてやっぱりね逃げ場とか、ね、ちょっとしたクッションはね,ね、あのー、作っといた方がいいけんこれで全く間違いない、ね、私もほらもうガミガミ言っちゃうよわわわわわわ もうほんと全力で言ってるつもりだけど、うん、娘からはさ私、怒られたこと一度もないんよね <laughs> 注意はされるけどって言われてもうほんと崩れ落ちたけど、うん、普段やっぱり夫があんまり怒らない人なの、うん、まあ温厚というかで何かあってもあのガーって怒るというよりはね話して聞かせる感じだからその夫がいざちょっとこうピリッとなってちょっとってなったらやっぱりねそうなのよ。 だからら普段やっぱりほらで感情任せで夫は怒らないわけ、うん、絶対に、うん、こっちみたいにそういうあーもとかじゃないわけこっち忙しいっちゃけんそっちもちゃんとやってやとかじゃないから、うん、あこのちゃんとこう冷静で自分の気分次第で怒る人じゃない人がいよいよ怒ったってなると、うん、こら、いかんってやっぱ空気になってる子供は、うん、だから、そういう,こう役割分担でしょうね。そうねうね、ん、あともしかししかたらだだけど、うんあのー、少しなんだろう お父さんは全然それはオッケーと思うことでも、うん、私はこれは許されんと思ってすごい強く言ってる部分とかの温度差もあったりするのかも多少はそう、ね、もうそれはよ,よかろうとあいつが気にせんでっていう、うん、そのお父さんとお母さんの温度差で喧嘩することもあるじゃないもしかしたらそこのズレでこういうのが生まれてるんだればまたちょっと二人でね、うん、夫婦で考える話すことは必要かもしれんけどね やっぱり絶対、ね同じまあ、子育てのさ、うん、方向性とかさやっぱり考え方とかうん、うん、もうあるじゃないうん、うん、だからそこはそこでさずっとストレス生まれてるんだったらそ,、ね、それは子供に怒るっていうよりも二人で話し合ってもういいじゃないそ、ね、でそれがいい理由、うん、いや俺は高校こ,こうやって育ってきたしこれを自分で気づかせるまで待つ方が気づいた時、うんうん あの大人までずっと続よっとてうん、うん、無理やりやらせてて、うん、気付かんままずっと言われたからやるっていう経験があったら、うん、大人になっても言われた、うん、言われんとせんくなるけんだ、ね、からそういう夫婦でのすり合わせは必要かもし、ねね、この怒ってること,が、うん、ことが書いてなきゃ分からんけどうん、うん、怒ってることとかものに対してがこう,うん、うん、ね旦那さんはそれぐらいは俺は怒らんってもともとそれぐらいはいいだろっていう。 温度差で、うん、その、これが怒りが生まれてるなら、ちょっとまた話変わってくるけどね。うん、そうねだけど、今のこの叱り方という部分には、もう。あの、もう、どっちも、どっちも、この、ってか、こんな風ばっかりよ。 そうね <laughs>、うん、もう片方がね,ね怒鳴ったら片方はね引いて優しくそ,う、ね、それがそうだ <laughs> どっちからももうお前ちゃんとは <laughs> 早寝らんかってお父さんもお母さんも早寝らんもう何時でも取ってやっ,つってお母さんも早寝らんから何時でも取ったかって言ったらね, <laughs> きつよね片方がさん早よ寝れ何時でも取ったか明日起きらんとかって言ったらもう片方はうんもうそうよってもうお父さんも言いよるよって早寝らんと明日起きらんでしょってもう同じこと言うてるけどやっぱりそ,う、ね、それが大事な気がする。うんうん だと思いますなんか私にも響いただからこれからもちょっとこのまま見守っていって、はい、あの私の言葉とかさえちゃんの言葉をヒントにね、うん、ちょっと考えてみてくださいはい、はい、さあ「光るママのここに連れちけあなたのエピソード24時間受付中ですよ」は「アットマーク r k b r j p までお寄せください。裏裏には裏がある 表ばかり見ていると羨ましいし、恨めしいなら見てみよう、裏側を聞いてください、裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原珠き日曜の「裏」。 KB ラジオで毎週日曜朝10時から放送。ポッドキャストでも同時配信しています。